新章はかっこいいです。韓国ガニーズのキスマイフット2の北山さんとかにすごいキリッとしてて目力が強い感じですよね。お母さんとかぐらいの世代の方とかがかわいいっていうか、なんか難しい。香港ってどこ？最近喺香港人氣急升嘅姜濤喺早前嘅頒獎典禮上面就話希望香港歌手可以再次成為亞洲第一。咁如果姜濤喺日本出道嘅話，日本人又會對佢有咩睇法呢？今日我哋就嚟到日本問一問日本人對佢有咩睇法啦。首先我就攞姜濤張相去問下日本人覺得佢似邊度人先啦。どこの國？韓國？韓國っぽい顔。パッと見顔が韓国人っぽいな。韓国とか顔が整ってるから韓国とかのアイドルさんかなみたいな感じですかね。はい。韓国とかじゃない。ああ、ジャニーズ系。韓国とか日本とかそういう感じの人だと思います。日本のモデルさんにもいそうな感じだなって思います。でも日本にもいそうな。日本中国台湾韓国ではない気がする。ね、第一印象教えてください。第一印象ですか？はい、多分女の子からめちゃくちゃ人気出るだろうなっていう印象です。すごいキリッとしてて目力が強い感じですよね。アイドルっぽい。アイドルっぽい。若そう。目力強い。なんかすごくパワフルだなってまずやっぱり感じますよね。率直の感想で、この人が日本でデビューしたら人気出ると思いますか？かっこいい、出ると思います。かっこいいから。日本人が好きそうな顔。日本人好みの顔。香港で人気があるなら出るんじゃないですかね。出そう。40代以上の女性とかがなんかすごく応援したくなるような気がします。なんか、うん。ちょっとなんていうのかな、どっちかっていうとお母さんとかぐらいの世代の方とかがかわいいっていうか、なんか応援したいって思うような、なんかそんな若い人、どっちかっていうと若い人より年上の人の方がっていう気がしますね、なんとなく。はい、なんか日本でも人気になるんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、こちらの人なんですけど、日本の有名人だったら誰か見てますか？坂口健太郎。なんかこの角度だとジャニーズのキスマイフット2の北山さんとかに似てる気がします。平成ジャンプ系なジャニーズのニュースっていうグループの、でもそれ思った小山、ね、はい、そうですが似てるなって一瞬その人かと思った。ニュースの小山君っていう人に似てるなっていう。ニュースの小山君似てる。呢個就係北山宏光，而呢個咧就係坂口健太郎，咁呢個咧就係小山慶一郎。咁其實佢已經36歲，最近仲有少少負面新聞咁嘅。最後就係姜濤，大家又覺得佢哋似唔似樣呢？咁齋睇樣就有啲單調。咁不如俾埋姜濤個 MV 佢哋睇下，除咗外表之外，又覺得佢演藝方面點先？かっこいい。第一印象はかっこいいです。部活で創作ダンスやってた時代があって、なんかその時のなんかステージの作り方とか動きとかが創作ダンスと似てるとこもあるなって思いました。でもすごい映像がかっこよくて火とかすごいなって思います。すごい派手かっこいい。アイドルっぽくないっていうか、この MV 自体が個性が多分あるんだろうなっていうのはすごく感じますね。はい、パワフル。ダンスがなんか表現の仕方が一つ一つがとてもなんかうまかったなと思います。なんか声が透き通ってて綺麗で、なんか聞き入っちゃうような感じです。咁其實姜濤都係 MIRROR 嘅成員之一，咁不如我哋就問下日本人，佢哋點樣睇 MIRROR 嘅其他成員啦。じゃあ楽しみ。難しい。私はこの人です。一番右の人。はい。じゃあ真ん中の人で、はい、この人はスタイルがすごいいいなと思ってかっこいいと思いました。髪型とかもかっこよくて似合ってていいなって思いました。笑顔が素敵なのでこの人ですかね。エビナもこれかっこいい。背高いから。背高い。はい。ありがとうございます。かっこいい。エビナこの人。あ、彼氏だったらこの人。マジ？なんで？優しそう。この人かな。この人。真ん中かな？この人。笑顔が可愛い。全体的に整ってる。前髪ある人めっちゃ好きで。個人的な理由で。この人だよね。やっぱりこの人。この人。もうパッと見も絶対前につく。いや、真ん中の人と端っこの人で迷ってるんですけど、やっぱこっちで。でもこの一番端っこの背高い人が気になりますね。私そうですね、高身長の人好きなのと、あとなんか鼻がこうシュッてしてるじゃないですか。それがいいなって思いました。一番右のこれかな。一番右と緑の人。かっこいい。顔が。好啦，咁而家佢哋就識咗姜濤啦。唔知佢哋又識唔識其他香港嘅藝人呢？全然わかんない。知ってる芸能人わかんない。香港でですか。はい、そうです。名前がパッと出てこないですね。わかんないです。香港で知ってる人、ちょっとパッと思い浮かばないですね。すいません。パッと思い浮かばないです。わかんないです。すいません。香港ってどこ？わかんないんだけど、誰がいるの？わかんないって。香港と台湾って違いますよね。まあ近いは近いです。じゃあわかんない。そしたらまあ逆に台湾だったら知ってる人いるんですか。つい。ああつい。TWICEのつい。なるほど。でもNCT のルーカス君なんか香港出身だったかなって。香港の芸能人さ、香港か。ジャッキー・チェンさんとかって香港でしたっけ？そうです。そうですよね。もうすみません、ジャッキー・チェンが一発で出てきて、香港その方若い方。好，咁我哋就總結一下啦。咁其實大致上嘅日本人對於姜濤嘅第一印象都唔會覺得佢係香港藝人，只會覺得佢係台灣或者韓國嘅藝人。但係大部分人嘅第一印象對佢都係非常之有型啦，或者非常之靚仔。咁相信就算佢喺日本出道嘅話，都係會非常之成功嘅。咁而日本嘅年青一代啦，咁其實佢哋對於香港嘅藝人其實冇乜印象，大家都仲係停留喺 Jackie Chan 嘅年代。咁如果有一日姜濤佢真係進軍日本市場嘅話，佢又會唔會喺日本成功到呢？我哋就拭目以待啦。記得訂閱果子啦，仲要撳埋個鐘仔添啊！